遠いとはいえ桜ナイツを捕まえたいんです。さあ小林のハイパイがいいですね。ドラ赤、こちら太郎が赤赤、うん、これも仕上がったら高い頑張りたいですね。はい、おんんなんだこれ、えなんだこれ、なんだなんだこれ、水素真面目にありますよ。水素チートイズ、え全部ポンか、全部ポンだと思うんですけど、ハクペイハツナン、あともう一個統一にして、えいやこれ水素真面目に全然あります。麻雀は4面積1ジャントを作るゲームです。5つのブロックを全部自配で作ればもう役満です。一応ペン三図を払うと1手遅れる手順にはなりそうなんですけど、はい、狙うかもしれないですね。これ狙いたいですね。ハク、ハク、まずポン、ポンですで、パーソーは打つと思うんですけどです、ね、次ですね問題は、うん、次にポンしたときにリャンゾーイーソー行くかポンチュン行くかですけど、はい、堀がイーシャンテンです、うん、いやこれ堀さんの手捨て牌が全然あの変なんで早いようには見えないかもしれないですね。これ時間があると思えばツイソになる。ナンはポンです。ハクポン、ナンポン、いやこれ太郎がチュン、トン、シャーと手の内に残してるんですよね。飛んだ、あートン切った、ここはシビアこれは役満をぼやかしているというわけではない。そうですね、もうトンの重なり痛すぎるんで、まあ、ただチュンの重なりは大三元あるんですけど、はい、うん、嬉しい方のチュンだけを残した、はい、ハネマンのイーシャンテン、チュンはまだ役満の可能性残りますからね。トンは捨てていった。ハネマンは確定ですか。これは三役本一ちゃんたですね、はい、はい、ペイチャですから、うん、シビアシビアですね。ハネマンのイーシャンテンにとってシビアっていう状況もすごいですけどさあ不気味な手配は多い。シャーはションパイ、うん、いらない、まあ、トン切ったらシャーも切りますよね。いやこれね、堀さんの捨て牌がこんなんだから自配もう全部なくのはさすがに無理かもって思ってるのもあるかもしれないですよね。確かに堀の捨て牌を見ると結構数のパイをバラバラと切って、うん、対照的に自敗を多く持ってるんじゃないかなと思いますよね、はい、チューンはポンできないんだ。なんか重なれ、いや涼しい表情をしている堀さんも、おこれで両面両面、スチピン、リャンウーマン、小林さんは嘘チーソ9層切りたいとは思うんですけど、はい、9層から大井の手はどう見え、大井さんの手はちょっとどう見えるか分かんないですね。そのやなんか何で高いかが分からないんですよ。ドラがチーピンで全然ドラを使ってる高い手もあるし、はい、まあ、リャン反訳ももちろんあるしと、はい、かなり読みづらい手ですね。なんでほとんどの牌を警戒しなきゃいけないっていうことで受ける方は大変です。何は大井がポンしてる。これでまあ堀さんはシャーシャーで、うん、何やってるんだろう、国士でもチートイスでもないのかな、になりますか。小林シャンテン同級ピンスーチーマンです、うん、小林さんも勝負手、はい、太郎さんちょっと苦しいけど、いやまだメンツできない。これ初ポンしたらペン三層にするんですよね。すると思いますね。もう羽番天杯からは戻さないしね、はい、それだったらさっきトン残してるんで、うん、これは堀さんの現物嘘あるんで、リャンマンか先かな。いやーメンツができない、ペン三層がまだ2枚山にいるんですよね、はい、大井のハネマンのチャンス十分、役満のチャンスも残ってますよね。あこれはちょっと難しいな、いや2から打つか5から打つか、5の方がねちょっと安全なんですよ。ポンはされづらい、はい、今安全なのは5の方、うん、ペイ、太郎さんももうちょっとチート以外無理ってなると赤嘘になりそうですけど、泣かせるのも嫌かな。これは自敗はどっちもポンが入る、うん、赤嘘打っちゃうと大井さん泣かれたら結構嫌なんで、うん、それで難しい。でも赤嘘か、ハク、うん、とナンをポンしている大井です。イーシャンテンの堀現在4番手、
チーム6連勝を目指す小林。いや小林さん Q1 の安全の高いんで先に安蔵行こうかなっていう、はい、行きましたね。小林はチーム6連勝を、失礼しました、目指してないかもしれません目指してないと思いますけど、いつも通り2着を目指していると思います。取れたらいいよねと、はい、よそう。いや多い、涼しい表情してますね。うん、逆マンか跳ねマンかというこの手で来た。先輩だ、堀のリーチ、ウーマンが1枚。堀さんの顔は異常なんですけど、はい、道中の手出しの内容を見る感じ多分普通の手に見えてるんじゃないですかね。おそらくそうなんですか。シャアの統一落としが入って最後完全安牌の難が出てきて変則手には見えないんですよね、うん、となるとリャンワンマチはちょっとケアされるところに入りますかね。さこやさんはもう Q1 も打たなかったですね。形壊しました、はい、リャンウーマンマチは山にリャンマン1枚、ウーマン1枚です。そうですね、堀さんの手が役があるとしたらちゃんたぐらいですか、まあ、3色とか、うん、基本的にメンツ手のリーチではあると思います。となると自敗とかが堀のリーチに対しては切りたくなってくるけれど、大井がいる。そうなんですよね。いや太郎さん、ちょっとこの曲は無理だと思うんでね、安全な牌選びたいですけど、安全な牌がなんだ、ウーピンですね。ウーピンは大井さんに危ないですね。大井には危ない。で自敗も大井には危ない。まあ、リャンゾーかリャンピンかあたりになりそうですか。リャンゾーは筋、そうですね、どちらもリーチの筋で大井さんには通りそうな牌です、はい、ウーピン、大井さんに泣かれたりドンされるリスクもあるけど、ウーピン完全現物選びましたね、はい、パー1。これ切ったら目立ちますか。目立ちますし、ションパイの旬も安全じゃないんで、うん、あ、ションパイじゃない、1枚切れです。あ、ごめんなさい、1枚切れ、はい、安全ではないです。うん、まあ、これね、普通のメンテリーチには見えるとはいえ、チート位置ではないんで、そういうリーチに見えるとはいえ、自敗ブロックはあってもおかしくないんですよね、うん、その旬チャンパイ切りすぎなんで。ってことで旬待ちになってる可能性はあるなと。で持ってる牌全部、はい、1枚も安パイはないんです。ハネマンとはいえ愚形のいいシャンテンなんでね、旬、旬になった、マンツー、一発ツモです、リーチ一発ツモ、ピンフイーペーコー4000オール、4社が一歩とも譲りません。ここは堀慎吾4番手からの4000オール。いやー、さっきの宝珠めちゃくちゃ痛かったんですけど、一瞬でリカバーしましたね。ですね、2番手まで上がる。